カナプリの愛と元気と勇気が出るラジオカナプリよ How are you? こんにちは、上水由紀ですよろしくお願いしますお願いしますはい。最初にちょっと告知させてくださいねえー、っと、はい、9月、もう来週なるのかな来週か再来週ですねえー、っと9月26日火曜日夜9時から えー、また無料体験レッスンを行いますので、はい概要欄の方に、えー、申し込みページに貼っておきますので、ぜひねカナプリのヨガを体験したいという方あのお申し込みいただければと思います。行ってねみんな。ぜひぜひお願いします。面白いよねなんかみんな絶えてね。そうですねでレッスン一時間やった後にちょっと三十分ぐらいですけどあ,<ー>あのみんなでおしゃべりというかどうだったみたいな話とかするんで <laughs> コミュニケーションもねできるんで。 よかったらカラプリと話してみたいっていう方もですね来てもらえたらと思います。 あんたどこの誰々さんとか言って聞いちゃってね <laughs> <laughs> あのそうですねあのあんた誰みたいな聞かれ方をするのでちょっとそこだけちょっと <laughs> ど,どこでここを知ってきたんとか言っちゃってね、うん、ありがたいよね本当にね<う>ただのおばちゃんだよねただのヨガのおばちゃんってなのオシ <laughs> <laughs> ストレッチのヨガの、はい っって言って言たのにねね、はい、まあいいんですけど、ね、<laughs> ちょっとまあ楽しみだわ当。とはと。ということで今日のねテーマいきたいと思うんですけど、うん、今日はね恋愛ですよ恋愛についてちょっと話していきたいなと思ってるんですがあそうですか私ね誰かにこの間思い出し、はい、そのことを思い出して話したんだけどね、はい、うんと21かなんかの時に相乗、はい、りに出す手紙を書いた私。 ええ出演しようとするの <laughs> 出演できるなら出演して、うん、あの、本当に運命の出会いができたらなと思って手紙書いての。で、私の、うん、あの、こんなことがありました。私はこういう風で、あの、いろんな恋愛してきたけど、うまくいきませんでしたみたいなのをね、書いて友達に見せたら、あ、いいじゃん、これ絶対面白いとか言って。 ってねうん、うん、言われたんだけど、あの出すのがやっぱちょっとめんどくさくなっちゃう、ね、ちょっと待って、ね、相乗りってどういう番組だっけそのみんなでなんかやるやつじゃないの,のテラスハウスみたいなのの、元、ねね、古い版で移動すんじゃないのかな、うん、違うどっか。ね、うん。目的地に行くとかね。はいはい。それに、れ手紙書いたどうなのそれで通ったら出演するっていうやつ そそうそう出演したかったわ、えー、見たかったわ <laughs> ねえほんとんおもろいよねああいうのて,たんですよてたね <laughs> マジかって恋愛え何人とした、はい、ちょっと待って、ね、何人としたってむずいねうん <laughs>、うん、恋愛何を恋愛とカウントするんですかもうね本当に胸がうずくねえ <laughs> <laughs> 私でもねあのね <laughs> 気づいたっていうかね、はい、私は、あの、こう、男が悪いと思ってたの。いつからですかまあ、その、初めての恋愛が高校でしょ、うんうん、高校からの。で、やっぱり付き合う人があんまりみたいな。どういうタイプまあ、やっぱり誠実じゃない人だね。ああ。 まあ他にも女の人がいたとかね <laughs> <laughs>、はい。なるほどね。とかね。まあ政治じゃない。とにかくで、私が自分が、あの、男が悪いと思ってたの。ちょっと待ってよって、本当にやっと最近ですよ。最近。はい、お前自身はどうなんだ。お前だって相当ひどかったのによって思ったの。あの、過去の人たちが悪かったみたいな言い方をしてね。 でも、やっぱり同じように自分もやっぱり悪かったんだからさ、あの、ルイはとも呼ぶじゃないけどさ、そんなだったのに、私がこう、ねあの、あだこだ言ってられないよな、と思ったっていうのがあったから、やっぱり私の、その時の、あの、レベル、魂レベルとか、その精神レベルや社会的レベルに見合った人と、ただ、 付き合っていたんだろうなというだけよね。うん。いや、それはなんかすごいわかる気がします、ね。だから、うん、私が、私って男うんないのよなんて、うんうん、よく恥じらいもなく言っとったなと思ってさ。<laughs> <laughs> <laughs> ねえ。 でも、あの、この間も話したかもしれないけど、その時のベストだったのよ、私は。いや、そうでしょうね。私のその時のベストだったから、しょうがなかったんだけれども、ひどい20代だったのよ、本当に。<laughs> <laughs> だからね、恋愛とかも本当ひどかったな。でもなんでこうやって来れたんだろう、わかんないね。私、絶対に幸せになるっていう思いだけは絶対に曲げずにいたんだよね。 うん、だけど、その幸せの定義とかさ、何をもって幸せというのかっていうのは、やっぱりぼんやりとしてたんだよね。うん,うん、うん。だから、その時はそれで幸せと思ってた。誰かこうそばにいてくれて、あのね、誠実じゃない人だとしても、それでいいって、そその時は思ってたのかもしれないね。うん、え、それどういう感覚なんですか？幸せに、うん、えっと、なろう。 っていう時に、いくつかあるじゃないですか。その、この人に幸せにしてもらおうみたいな自動的な態度とか、うん、えっと、この人を幸せにするんだ、それが私の幸せだみたいなこととか、もしくは、一緒に幸せを作ろうみたいな、うん、こと、全部違うと思うんですよ、その、力の出来方が。ああ、一緒に幸せを作っていこうって思ってたんだ。うんうん、のに、不誠実だなって感じることがすごくあったみたいな。あ 昔は、ああ、どうだろう、幸せにしてほしいっていう気持ちと、うんうん、でも私は幸せにしてあげるっていう、なんかこう、献身的に尽くしてたところもあったりもしたから、ただやっぱそのバランスだとかが分かってなかったんだと思う。うん、なるほどね。うん。で、その自分のその、ね、あの、できること、を必死でやってたんだけども、うんうん、やっぱ相手にはただ本当に、 う、うとしいとかね、思いとかね、こともあっただろうしね。うん、なんだろうね、その時のあの、だからね、私、まだに高校の時から、うん、出会って、はい、付き合って結婚してますっていう人尊敬しちゃう。憧れちゃう。本当に憧れちゃう。憧れるの、うん、うん。なんかこう、二人で築き上げてきたんだな、失敗もあったけど、二人で乗り越えてきたんだなって思って。はあ 確かにね。なんかそれで言うと、こう、恋愛感情というか、この人いいな、みたいなやつと、そういう、もう、もうパートナーみたいな感じとかって、やっぱそこの、なんていうのかな、こう、グラデーションってありますよね。いきなりパートナーにはなれないじゃないですか。その長い時間をかけて、こう、信頼できるパートナーになっていくみたいな側面もあるから。ね最初って、最初どうやって始まるんですかときめきから始まるタイプですかそれとも、そうやって、 こう信頼できるみたいなそのパートナーシップ的な感覚で信頼ポイントがたまっていってこの人はもうっていう感覚なのか <laughs> ちょっと違いますよねその2つ 2> どうだろうどう予定するんだろうなねなんかあのすぐ好きになっちゃうもんねあもうじゃあときめきタイプだかなそうかなこの人すごい素敵みたいなの、うん、恋愛でも自分から好きになった人はもう私は多分本当にぐいぐい行く 好きですっていうその気持ちを伝えたいからさ。うんうん、安住さんとか今その対象ですか安住さんはもし <laughs>、うん、あの出会えることなら出会ってうん、うん、どんだけ私があなたを尊敬していて好きかということは伝えたいねやっぱり。伝えたい。うん でその安住慎一郎さんのラジオの「タタラッタタ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 」を目の前で歌いたいあのラジオのオープニングテーマを。だけど言い寄られた場合の時はさこっちはなんとなくちょっとさあのマウント取りながら付き合ってるからうまくいかないのんかね。なんだろうね恋愛って難しいですね。そうね。恋愛難しいね。めちゃくちゃ難しいよ恋愛難しいよ。 やだー。だけど、好きになる幅も広いし、うんうん、好きになったら好きって言いたいタイプだから、うんうん、あの、意外とそんな好きに、好きになれる。結構意外と早く。うん。だけど、あ、ちょっとやっぱ違うかなって言って、ヒューって冷めちゃったりすることも多かったよね。冷めるのも早いな。熱しやすく冷めやすい。 もうやっぱり俺はお前のことを女としては見られないって言われちゃってしょうがないとかさ <laughs> <laughs> はっきりと言われるとかねえーうん、やっぱねグズグズあんまり気持ちがないのにただ付き合ってるっていう状況が嫌いだな私はああそうねそれは、うん、なんか決着つけたいタイプだ、ね、僕もそうかもしれない、うん、きついですねぐずぐず系は、ね、なんか恋愛したらすぐ結婚したい <laughs> あへえー、そうなのう,うん そこも決着つけたいんだ。決着つけたが、でも本当にあの今までそれが叶わなくてよかったなと思うわけ。自分も成長してないし、うん、自分も未熟だったし、うん、すぐにやっぱり人のせいにしてたし、うん、やっぱりあの自分の気持ちだけを相手の気持ち考えずに押し付けていたし、うん、だからね、そんなでやっぱ結婚生活なんて絶対うまくいくはずなかったと思うんだよね、その時に結婚できたとしても。うんうんうん だからあの,あの時ずっと修行ができたと思ってで今の旦那さんと出会えて結婚生活を本番迎えてるって感じはするよね。確かにね結婚って結婚生活ってマジって試されますよねそのコミュニケーションがね押し付け系になるとどっちかが、うん、もう関係悪くなっていきますもんね。 うん、そういう時もあったよ、私。で<も>悪くなりませんでした関係。だけど、やっぱ向こうが本当に、あの、強くってさ、うんうん、そういう時に逃げ出す、あの、解決の方法じゃなく、うん、話し合おう、話し合おうってう。うんうん、でもさ、もうこっちは心を閉ざしちゃったら話し合いなんかできねえんだよと思ってたんだけど、<laughs> うん、じっと耐えてくれてたよね。へー。だから、あ、やっ いろいろ嫌なことを言われたら本当に心閉じちゃうっていうぐらい心が良かったのね。あのあの人格がすごく弱いタイプだったのね。本当に。だけどそういうのをなんかこう、ちゃんとあの見つめ直させてくれた人だったから、私が、私みたいなタイプが早いうちに結婚したら絶対に絶対に絶対にあの壊してたと思う。人を傷つけながら。 だから、あの、恋愛という、あれのやり方で修行させてもらえてよかったなと思う。だから、私、男運が悪いのよね、なんて言ってた私を、あの、本当にアホかと言いたい。なるほどね。うん。いや、どうですかあま恋愛って難しいよ。だけど、<ー>だけど、ちょっとマッチングアプリやってみたいなと思い <laughs> ね、私の人じゃなかったからどういう感じなんでしょうね。実際どんな人と出会うのかってやってみたいよね、うん。だってやっぱ友達であれじゃないですか僕たちの時ってその合コンとかありましたあったけど、うん、呼ばれなかったのと、うん、呼ばれなかったの、うん、私が好きな男の子がいて、はい、一緒にじゃあ今度あのなんかグループでなんか遊びに行こうよって。はいはい 行った時私、男の子連れて行っちゃったからね。ほう。ちょっとそこ、ちょっとずれてんだよね、あんまり。うん。うんちょっと分かってなかった。私、自分が好きな子に会えさえすればよかったから、うんうん、男友達連れて行って、うん、あれ、なんかこれ雰囲気おかしいね、みたいなふうになって。<laughs> <laughs> そうだね。<laughs> っていうこと、だから合格よく分かってなかったね、あんまり。なるほどね。うん、私、今、もう一回行きたい。 ちゃんとみんなを、みんなを見て、仕切って、で、あの、盛り上げて、で、さあ、あんたとあんた付き合いなさいよ、とか言ったりしてね。私、あんたのこと気に入ったから、ちょっと好きなんだけど、どうですかとかさ、はっきり言いたいね。ダメだ、ダメかとか言ってさ。なんだったらいいのとかい、はっきり言いたいね。はっきり。だけどさ、今、夫婦でしょあなたも夫婦、私も夫婦だけど、 やっぱり、自分になかったものが出てくるっていうのもね、あの、結婚生活だからね。うんうんうん。お互いが作り出すみたいなのもあるからさ、うん、今の私とマッチしても、なんかこう、作り上げる過程をなんかこう、いかないような気がしちゃったりする。わかんないわかんない。ない,いやいや、わかる気がする。もうなんか、うん、うん。 今、若い子に恋愛のアドバイス、どうしますもし、恋愛のアドバイスだったら、まあぐずぐず考えてないで、<laughs> 好きなら好きって言っといてって言いたい、私。どうだろうな恋愛のアドバイス。うん、何するいや、マジでわかんない。最近の若い子たちはどんな恋愛をするのか,か全然わかんない。普通、変わんないのかな僕らの時みたいな感覚なのかなわかんない。だからね、もし恋愛を今から、 っていうか気,気になってる人がいるよっていうふうだったらあのやっぱりガガツガツいってみななよよと思うよねうん,なんかさ僕の時代ってそのメールの時代だったんですよねそのあの携帯みんな持ち出して、うん、だからあのあのメールがね流出するっていうのが起こってたんですよ。ねどうして誰がそのもらった人が「おいおいこ,れこれもらっちゃった見てみろよ」って言って。そうそうそう そう、まあ、どっちかって言ったら女子の間で流出してて男子から送られてきたラ,ラブレターじゃないけどこんなメールが来てキモいみたいなのが流出してて、うん、<laughs> 傷つくね,ねかか今とかだと LINE のなんかスクショとか送られるんかなとか思うと、うん、送るよ送ると思う私もこういうふうに言われたけどどう思うって送るもんですよねだから、うん、僕がアドバイスするなら 文字に赤くなっていますね。ああ<ー>、<laughs> そっち、じゃちゃんとしたアドバイスだね。本当だね。<laughs> うん、ちゃんと話せっていうその結構大事なことを文字にするなっていうこと。うん、本当だね、うん。逆なんだけどね。<も>あの会社とかその、うん、その契約事と,とかは文字に残せってアドバイスするんですけど、うんうん、恋愛とかは文字に残すなってアドバイスするかもしれない <laughs>。ええー、面白あ、そうかそうか。<laughs> 気持ちのことだから、うん、なんかね。うん 気持ちがった時にそれを茶化されをさたりそのアドバイスなのなんか現実味があって冷めるどうがいいんでしょうね、本当に。かえ、カナプリさんはあれですかもうその素直に伝えろアドバイスですかまあでもさ、若い時って若い世界って世界が狭かったりしてさ、うん、友達の友達、友達の が好きだった子が好きなのよとか、だとしたらさ、うん、だったら嫌だいけど、うん、まあでもと、自分の気持ちをね、一応、うん、まあガツガツ言えも言えないね。でもね、多方面に良しの安住さんの私、今最近さ、うんうん、安住さんが結婚できない理由が何となくわかるもん、やっぱり。なん <laughs> やっぱ多方面に良しと思って生きてると、うんうんうん それはね、止まっちゃうよ、行動が。ああ<ー>。うん。だから、たまにはやっぱり本当に本能のまま、好きなものは好きと行けっていう、うん、い、行きなと思うけどね。なるほどねでも、そういうとね、友達は傷つくよとかさ、あの、あの人が傷つくよと出てくるんだけれどもね。うん、でもね、うん、何でしょうね。好きんと思えたことが、 ありがたいじゃないなんて、おばあちゃんみたいなこと言ったってさ、気分からんもんね、<laughs> そんな若い子にはね。うん。旦那さんを好きになってくれる若い女の子を探したいなと思ったもんね。はい、<laughs> 逆に。<laughs> <laughs> <laughs> なんでなんで今はそれやっぱりもう、うん、本当年取ってきた時にさ、うんうん、あの、自分じゃ満足してもらえないんじゃないかとかさ、<laughs> いろいろあったりしたらさ、<laughs> なんとなくさ、うん、あの、若い子と一緒になんか、共同生活かなんかでやるのもいいんじゃないかなとか思ってたりとか、ね。<laughs> <laughs> だからもうね、恋愛とかもわけわかんないね、本当に。わけわかんないですね。うん、<laughs> 結局、結論、わけわかんないですね。<laughs> わからないやっぱりさ、十代の、 時に人を好きになる、二十代の時に人を好きになる、三十代で人を好きになる、四十代で、うんうん、違うもんね。違う、うん。違う感じするよ。うん。もうさ、しょうがないよね。しょうがない。うん、もう好きなようにやりましょうよね。<laughs> 本当に。<laughs> そうだね。<laughs> うん。時にはやっぱりね、人を傷つけたりすることもあるかもしれないけれども。うんうんうん。でもね、わからんね、本当に。傷つけたくないけど、そう それがいい結果を生むときもあったりする。んだろうね、この世の中って。うんまあ、もっともこうね、こう本能に近い部分でもあったりするじゃないですか。うん、こう、人を好きになるとかね。なんかそういうのはね、難しいですよ。あんまり考えても分かんないんですね。うん、もう石までめんどくさいからもうやめなっていうね、アドバイスもいいかもね。恋 <laughs> 愛なんてめんどくさいしかないからねとか言っちゃうん。 いや聞いてみたいね今こうやって好きな人がいるから迷ってますとか恋愛相談送ってほしいですねちょっと送ってほしいねうん是非何か恋恋愛なんでる方お便りフォームあるから LINE があるんですよ公式 LINE 登録していただいて、うん、恋愛相談とかね送っていただけたらあのポッドキャストの方であのお答えしますんで匿名希望で大丈夫なんでですね公式 LINE 登録していただいてぜひ悩み相談等も送っていただけると嬉しいです嬉しいです お待ちしております。お待ちしてます。そろそろお時間となりました。お楽しみいただけましたか？この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。かな？プリさんに相談したいこと、やってほしいことなど何でも大歓迎です。お便りは番組概要欄をご覧いただき、ホームからご応募いただくか、またはハッシュタグかな？プリ地球ヨガでツイートお願いいたします。 カナプリ地球ヨガのメンバーも随時募集中です。ご興味のある方は番組概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。